Tower of the Old Observatory マンハイム2006マンハイム天文台はドイツのマンハイムに1772年から1774年に建設された天文台があった塔で1880年まで天文台として使われた。1898年に天文台はカールスルーへに移動し現在の塔はスタジオとして使われている。 1751年にハイデルベルクに設立された物理学会によって実験物理学、数学の教授に任命されたクリスチャン・マイヤーは当時天文学の中心地であったパリに派遣され時に四分儀を送られることによって天文学の分野の仕事をすることとなった。百五十九年にハレー彗星の会期を観測し、百六十一年には 金星の日表通貨を観測した。マイヤーは1771年の1月1日に天文台建設の提案を行い、1772年建設が認められ、イエズス会の学校が設立され、翌年多くの観測設備が購入された。国際的に知られた天文台となった。マイヤーは連星の観測を行い、 棒での製図に記載された連星の多数は、マイヤーの観測したものである。その後、ロジャー・バリー、エドアルト・シェーンフェルトなどが所長を務めた。19世紀半ばにシェーンフェルトは、旧式な設備になった機材で星雲の観測を行った。天文台は街中にあり、観測に適さなくなっており、1880年に、カール・ビルヘルム・ファーレンタイナーが、所長の時に、 カールスルーエに天文台は移設されたが顕著な観測は行われなかった。カールスルーエの天文台が観測の実績を上げるのはマックス・ボルフによって写真を使った観測が始められてからである。ありがとうございます。